ラジオでその曲もやっていくんですけど、今日はですね、こちら見てください。なんかグローバルのね、まあこのなんか上位の方ですね、まあ世界一桁にこのモハメドライトっていうやつがね、まあ、3アカぐらい入れてたんですよ。で、使ってたデッキをね、こうプレイを見ていたんですよ、観戦で。そしたらなんか肩に憑依しちゃって、そうなんで、今、実質モハメドライトみたいなところがあるんですよね、俺。で、もうだから、世界にね、一桁2、3赤あるようなね、状態の、プレイが今乗ってるのでね、それをね、今日見せていこうと思います。ということで、デッキはこちら。はい、2.3 ウォールブレイカー。まあ、めちゃくちゃスキルが、入りそうなデッキなんですけど、なんせ今ね、ちょっと憑依してるんで、今のうちに行きましょう。はい、ということで、今日は、スキンヘッド、54日目ですかね。まあ、あと約ね、今日は月曜日なんで、あと2週間か。ちょうど。で、レートを1100上げれば、スキンヘッド回避ということで、まあ、逆にね、行かなければスキンヘッドにするんですけど、いけます。これ、ライトがね、憑依してればいけるんですよ、これ。さあ、ケツプリンス美味しいね。なんだケツプリンス初手って。できるデッキがなさすぎてわかんない。ジャイプリとかかなぁ。まあ、一旦これね、穴目食らっても、いいようにしといてあげて、おっと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 、なるほど。さあ、これは穴目とね、巻き込まれないようにして、まあ、これを、ウォールブレイカーかな。ウォールブレイカー出して、これね、まとめ、グロなんか。まあ、でも攻めすぎなくてよかったな、これ。はい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 。いや、これボムから置くか。何プリンスって。で、これは、竹取ってから、かぶせて。まあ、これボムタワー。うわ、やば。ちょっと待って。いや、マジ。いや、待って、ウッド当たってない。頼む。でが、危ねえ。ちょっと待って、これ、アイスピー、あれだ。豚に殴るから。で、これ、ザップ切ってるから、これ、うざいはずっすね。で、ザップ切ってるから、しかも、ここに出してきたやつを、すごい。それは上手。いや、うまい。いやー、マズネク、やば。プリンス、マズネク。じゃ、プリンスからの真ん中、マズネク、マジで見えますね、これ。いや、プリンス、ここで竹取って、マズネク、ここにディガー先読みで置いてか、ボムタワーとか置くのも、嬉しいかもしんない。だからちょっと一回ロケット押しで、まあ、ここはね、端前勝ち込みよりも、ここは多分、端前来ると思うんで、はいはいはい。いや、いいよいいよ。いや、これウッドいらないかな、ちょっと、ヘッポコウッドだったな、これ。で、これは多分、内側にまずね、来るから、はい、ザップ切った、オッケー、熱い、これ。これね、マジぶち飛びます、相手。オッケー、これジュワー入るよ。ジュワー。オッケー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 。いや、素晴らしい。アイスピが完璧な位置。これは、ザップが来ると思うんで、コーディが被せ、あーり。やべ、ちょ待って。ちょ待てよ。ちょ、まずボムタを置いて、レイジザップで。で、今回は、あれだね。帽子を置いて、ウッドからのアイスピからの、あ、ま、なんでなんでそっち出した？やべ、ちまった。いや、そうだよね。あ、気持ちよすぎだろ。いや、これまずいです。いや、マジでやばい。いやー、待って。あー、これマジで熱いなー。これディガーで阻止できるね、多分。ちょっと入るんだけど、折れるまではいかなそう。キュッ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 。大スピでいって、いや、ディガーのね、同時削りが入ってたんで、これは。ザップ来るか？レイジー。まあ、これは許容できますね。これウッドで、しゃぶって。いや、いいね。はい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 、はい、素晴らしい。ノイショーキー言うと。気持ちよすぎです。ありがとうございます。オッケー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 。さあ、こんな感じで頑張ると強いんですよ。で、なんか前までのデッキと何が違うかっていうと、このゴブリンであったところが好きになって、初代の形だと、アイスピンのところがマイティだったんで、奉仕、マイティ、なんだっけな、奉仕マイティゴブリンだったんだよね。それが、奉仕アイスピスケになっても超高回転になったんですよ。こういう、まあなんか、マザネクの受けとか、まあマジアちゃんの受けがね、基本ディガーウッドとかしかないから、
まあ、ウッド2周回すかディガをね直当てして頑張るかみたいなところがあるんですけど、まあ、それさえ頑張れば今みたいに道を切り開けますと。はいはいはい。さあこれは両サイド竹取れる位置のディガー内側。さあ素晴らしい。コウモリもねボルブレーカーもいるからどっちかは入るんじゃないかなと思ってるけど、いや入る、いや入んない。これ打っときましょう。なんだこれ、取るねってことはマジアチャ、まあ、素直に行くとマジアチャだけど、マジアチャの枠が奉仕の可能性は十分ある。うん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 。まあここマジアチャ来そうではある。なんだろうね、奉仕っぽいかな。まあ、ここは奉仕進化ではあんま出したくない。防衛で何かに対して出して OKOK、 これで処理、事前で処理されるぐらいが一番ねちょうどいいですね。なんで、まあ、ここは一旦多分タゲ取ってからのマジアチャぐらいが来るんで、ディガウッド構えておきましょう。いやめっちゃいい。いやでもこれやべえ、延命しちゃうとあれだ。ウォールブレイカーで、まあでもトルネ咲かしてマジアチャ咲かしたんで、ここで咲かせると多分アイスピーからの、やめろこれ、やりゴブがいらない、やっぱ、いやそんな、まあ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 、まあ、これウッド切った後だからやりゴブもなくてちょっと入りそうなウォールブレイカーね。でトルネやめろ、うわえぐ、グロすぎだろ、うわーマジか、いい開けんだ。さあここはね、しかもやりゴブあって相手マジアチャだったんで、まあ、これにボムタワー置いといて頑張ればいけそうです。でもキング起動されたんで、こっからはガン奉仕でいきましょう。よいしょ、あ待って待って待って、なんか変な、おっと、なるほど。さあこれはスケだけで美味しい。はい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 。ここでバルキリーとかね出してきたらマジ嬉しいけど、はい、まあこれチコウモリかな基本は。アイスピからの真ん中マジアチャもしくはやりゴブ読みでジュアル、ジュアジュア、オッケーオッケー。まあワンチャンのトルネがねあるんで、ちょっとアイスピでも警戒しといて、まあ、これはね押しまで行って、これでボムタワーだけで抑えられるんで、こっからはこのねコウモリも行ってトルネも咲かしてワンチャンの一発入れろ、でかい、いいね。おお、そこに来るんだな、ここ、いや来ないか、じゃあ来ない。さあ胞子こっち出して、左出すとねトルネウッドでいかれちゃうんで、これちゃんと寄せていこう。ディガを拾えるね、1、2で、ここはちゃんとトルネを咲かせたいんでコウモリ行って、いやうまいね相手。はいはいはい、え待って待って待って、やばいやばいやばい、ちょっと待って、ガチやばいガチやばい、なんでそっち行ってんねん、これ入れ、これはトルネウッドか、ジュワン入ってお願い、いやちょっと入ってるか、さてはこれ入って、いけ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 、めり込め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 、いけ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 、打っといけ打っといけ、あー気持ちいい、あぶねー、こういうのもあります。こういう勝ち方もあります。はい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 。大体分かってきましたね。このデッキの特徴が。オッケーオッケー。あ、660いいよ。上がってきました。さあさあさあ。まあ、3500の適正だと今3000ぐらいにね、トロフィーいなきゃいけないんだけど。なんかマジで、目が濁ってくるな、本当に。なんで、2400なんだ、俺。ただ、初手にディガーあるんで、ケツウォールブレイカーしてから、相手のね、様子を見て、
うわ、やんば。これ、スキー行きましょうか。ちょ、やることなさすぎて、なんだけど、これ、相手がヤザップだった時にマジでぶっ飛ぶんですよね。素晴らしい、これ。なので、これはちょっとね。で、これ、コウモリって、相手の、ここでラバーを止めるとね、何がいいかっていうと、まあ、ボブターこれ殴ると、ラバじゃないやつが、うわ、ラバ、おめマジで。全部に当たってお願い。ちょ、マジでやばい、それは。まあ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 。まあ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 。まあまあまあしか言ってね。いや、これアイスピー、なんだろうね。矢の飴だけとかか、これさては。ディガーもじゃもじゃ系の、まあ、矢の飴ザップじゃなさそうな気がする。ディガーが入ってるから、ディガー矢の飴でしっかりその進化方針の時は拾ってくるアイスピとかスキを潰せるっていう意味でのな気がするんで、いやこれ矢の飴切らんだろうな。これ方針いっちゃおう。うい切る。やべえ、これマジで飛び散る。飛び散りバーガーが見える。あーやば、ちょ待って、これガチでやばいです。ごめんなさい本当に。でも相手矢の飴切ってるもんね。これガガムレくんの？もしかして。やめてよ本当に。これこれだけで頼む。え、うわうまガチかよ。ギャング、おら、いやー、オッケーいいね。これは折れるね。オッケーオッケー。さあ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 、ただただただだぞこれ。さあ、ただこのアイスピーがうまいと。コウモリ出して、オケホー出して、ギガー出して、端前と行くと見せかけて真ん中。これはねちょっと刺さりそう。いや美味しい。なんかガゴムレと色が違うんだこれ。いやめっちゃいいね。あ、なるほど。これは真ん中ラバ来る。で、これはおそらくなんだけど、ディガーヤナメが来る気がしてるから、で、当てて、OK、これでヤナメ外してから、いや、めっちゃうまい。これコウモリ当てて、頼む。ひょいしてる、ひょいしてる。いや、一発いった。ギャング咲いて、まだ待てない。ほら、いや、いい、言った、はい、いや、でかい。もう一回言って。いやー、なんで？来るよね。はいはい。これやなめ？ダメ。殴んなよ。オッケーオッケー。う、いけ！よし！危ねー！いや、これ、マジで、ディガーの、あれ当てたのマジで生還ポイントだな。ガチャ使った、あれ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。500位ね。あれ？なんでだ？なんで上がってないんだ？あれってこれ、言ったっけ？この動画、一回、多分言ってなさそうだな。昨日動画休んじゃったんですけどね。ちょっと大阪で、イベントがあってね、ちょっと、動画を上げようとしたんですけど、ギチミになってしまいました。今日からね、また毎日あげます。残り2週間なんでね。さあさあさあ、コウモリ。コウモリーニョして、これ、最悪や。いや、あー、まあまあ、まだ。バルーンか、基本スケラなんですよね、これをやってくるのは。お、なるほど。ちょっとエリクサー咲きすぎてるなー。バルーンっぽいか？中身。ギガ入ってるとなると、まあ、変ならばの、おう。これは、からの、ワンチャンの、オッケーオッケー、吸収があるんで、さあ、これはウォールブレーカー、おそらく入ります。オッケー、よかった。さあ、そして、相手が斜めが持って、今
回も呪文矢の飴だけっぽいけど、なんかガゴムレかホバかムーとか、そこら辺の厄介カードが、厄介オタクが混じってそう。あ、でも、今回あれか。いや、これ矢の飴切ったばっかだから、ちょっときつい。まあ、アーチャーめり込みで頑張れるか。ただ、さあ、かき消して、でかい。じゃワンチャン、しかもこれ、出ろ。出ない。うん、お、めっちゃいい。いや、やば。ちょっと待って、全然当たってない。いやー、ちょっと待って、は待って、削りすぎ。えぐ。やってることが、えぐすぎる、マジで。あ、お願いだから許して、この星。いや、でもちょっとこれ、いやー、曲がった。撃て。まあ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 、撃ってくれたなら。やめろ。あー、やんばいな、今の。で、これは、ちょっと迫撃が、いいんで、ここはね、延命されると思うから、OK、素晴らしい。まあ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 。え、てか待って、なんで当たってねえんだ。OK、よかった。で、ここは、一旦ね、出して、OK、切ったんで、これは出して、ちょっと一応ね、やべえこれ。あ、待って、君入っちゃダメなとこ来てる。やめろ、やなめすんな。その防衛ダメだ、やっちゃいけねえ。それだけ。あ、待って、ちょっと入ってる。やべえ、これ読まれそう。やばい、おめえ読むなよ勝手に。最悪や。ちょっと待てよ。これ絶対。待って。これね、わかるわかる。相手の攻めがわかんねん、俺。ほら。やめて！いやー、やなめときました！これチャンスです。マジで、かましに行ってやる。いや、これマジである。え？これマジであるくない？コウモリ入ってる、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 コウモリ、コウモリいけ、うん、気持ちよすぎだろこれ。いやマジで、相手が矢波切ったところにつけ込んで、うん、まあでも打ってなかったら、そのディガーを、ね、次に拾って、そこの同士カウンターとかで結構折れちゃったりして500人大きいね。いや素晴らしいです、これマジでライト憑依してる。いやよくしのいだ、本当によくしのいだわ。マジでいい、マジでいいね。ちゃんとやっぱね、矢なめ切った後のコウモリウォールブレイカーの攻めがね、迫撃出すとコウモリが止まんなくて、アーチャーとかだとウォールブレイカーが止まんないからね、結構いいんですよね。で、そこに胞子とかね、重ねちゃったりして。来ました。ちょっとマッチング長くなってきちゃったね。さあ、結合をして。なるほど。まあ、左でいいかな。やべえマジ、相手のまんじがためが来てますこれ。やんば、ちょ待って、待って、これいけてる。いやこれでもね、なんか相手の、いやそうなんだよね。いや、やばすぎ。は、待って、残っちゃいけねえやつらがいっぱい残ってるわ。いや、マジかよ、おい。まあまあまあ、これ左をいつかウォールブレイカー短期とかで折るとして、ケツラは、まあ、あと2回は少なくともされるから、その時に、リガーコウモリを右にして、ウォールブレイカー短期とかで折っていくのを、イメージしていきたい。いや、相手ちょっとイモってんな、これ。おめえ、ちょっとイモってんな！なるほど。これは折れるでしょう。
いやーこれマジで怖い。ちょっとババやめてね、殴りすぎんのだけは本当に勘弁してください。いやこれどうしよう、これコウモリ出して、でもやっぱせき止めがやっぱ熱そうだな。せき止めて、オッケーオッケーオッケー、ティガーして、でこうするとまあそのベビドラが先行するんですよね、まあ、だからギリ戦えるっていう感じで。やばすぎそれ。でここで飛ばすと、でここで強化ババが来て、マジで次のニラバが来るまでに頼む、お願い間に合って。オッケー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 、これはラバ爆破で結構いけそうなので、オッケーよ。レッドとスピと、これは奉仕で一回殴られたね、危ないん で今回はベビドラがいるからちょっと見送り気味にして、いやーこれむずっ。誰取るか、なんかベビドラこっち来そうだな。はいはいはい、拾ってる拾ってる。今回はここに出すか、ここに出して、ここで墓石読みのプッといって、あーいいね、しっかり。いやーこれベビドラケツ流しがマジできついな。さあこっちどう、あーしっかりしっかりやってくれ。よいしょ、これちょっと強そうだな、この形。ウォールブレイカー、あーエリクサいっぱいあります、3倍だから。なんでこんなんの。さあここはベビドラも来る、矢の雨ポイズンだもんね。ラバが来んのかこれは。ここはちょっともうちょっと急いでいきたいとこなんだけど、相手がね若干強いです。これバーバ強化くれ、来い。うわーマジか、ヌーワーだこれ。うわーやるやん、これ矢の雨残ってるね相手。なんだよそのデッキを、なんだよポイズン、もう。いやでも俺ファイブの方がきついか、ポイズン。いやでもなんか範囲拾った、ファイブだったらもっと。いやちょっと序盤の防衛弱かったかな。いやディガーボールブレイカーむずいな。もっとね、多分ね、今その、防衛して、防衛できることが確定してからの逆再攻めだからね。毎回相手が結構エリクサー残っちゃってたんだよね。そうだから、多分もうちょっと、危うい攻めをしないといけなかったね。あ、なんか、なんかなんか。もうちょっと危うめの、これはなんか、はいはいはい。は？なんで？まあいいか。これもう一枚出るね。なんだこれ。ウッドか。ウッドだと、ファインスピ。なんです？ドリルかな？迫撃っぽいわ、これ。ってことは。フォークカードが見当たらんもんね、ドリルだったら。おーおー、あーはい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 、そういう感じね。オッケーオッケー、多分迫撃トルネのグ
フェイクもしくは、まあ、D が入ってんのかな、これ。はいはい。まあ、綺麗なわけですね。いや、どうなんだ？ポイズン。いや、トルネだったもんね。トルネだとね、基本的には、やっぱ大型呪文の方が多いんですよ。あ、うまっ。はい、ただジュワー、ジュワー、オッケーオッケーオッケー。トルネ切ってるんでね、このアイスピコウモリマジでうざいと思う。いけ、スケスケ殴れ、残れ。いや、でかい。これは軟化プラスウッド、オッケーオッケー、咲かなきゃいけないから、スケ打て。いや、でかい、えぐい。まあ、キングギドは許せるな。さあ、次は強化撃だから、ちょっと気をつけたいのと、それもウッド、だけってなる、これ、もしかして。いや、でけえ、これ、受けれんの。熱すぎる。うわ、怖っ。めっちゃ怖かったな、今。はいはい。ライトニングね。すげえ怖いの持ってんな。これは、いやー、なんかね、ちょっと際どかったけど。はいはいはい。マジか。これはトルネウッドね、が来るから、トルネかってなると、あ、そっちにトルネ使ってたらこっち折れそう。え、右マジこれやばいぞ、多分相手。ジュエで、これはおそらくマスケ受け。ああ、なるほど。ってことはあれ、ウッド切ったよね今。なんでこの攻め迫撃しかないから、これもう一回ボノターで受けれるね。大きいよ。で、受けて、一旦ここ砂貸しして OK。放し読みかな、まあ、来たら嬉しいぐらいの、削んなきゃいけないよねっていう感じの攻めか。はいはい。ジュワー、無理やりジュワーです、これが。よいしょ。いやー、いいよ。オッケー。なるほど。いやー、でかい、これ拾われなかったの。オッケー。